ローオーダー、犯罪心理捜査班は、アメリカ NBC 及び、参加の USA ネットワークで放送されている、ィックウルフなど、制作の刑事ドラマ。2001年9月から放映が始まり、第6シーズンまでは NBC で放映された。第7シーズン以降は、USA ネットワークで放映されており、NBC は、再放送を扱う。 2011年にファイナルシーズンである第10シーズンが放送され終了した。人気ドラマローオーダーのスピンオフ作品の一つである。日本では2008年12月から CS の FOX でシーズン1を2009年6月からシーズン2を放送。サスペンスシアター FOX ク,クライムでは2010年3月19日からシーズン2が放送開始され。 最終シーズンのシーズン10まで放送した。なお、途中から、放題も、現代と同じ、ローオーダー、クリミナル・インテントに変更された。その後は、他局でも放送されており、D-Life では、ローオーダー、クリミナル・インテントの放題で、シーズン1を日本で、唯一の吹き替え版が制作されて放送され、以降は、シーズン1から字幕版を放送している。 また、スーパー。ドラマ TV では、ローオーダー、犯罪心理捜査班の放題で、字幕版のみが放送されている。ありがとうございます。